おお世話になっておりますすす日本の人口増加を目指す男藤井です今回はですね救急車が増えているということはこれまでずっと取り上げてきましたけれどもその中でもですね怪我,怪我が増えているというこのテーマでお伝えさせていただきます今日のポイントなんですけれども3つなんですがまず救急車の出動件数が増えているこれはずっと言ってきたことであります。 2つ目が今日きょうのです、ねまあ、最大のテーマですけど、一般不詳、まあ、いわゆる怪我と言っていいと思うんですけどね、まあ、怪ががなぜか増えているという、まあ、どれくらい増えているのか、まあ、そのあたり、グラフなどでお伝えしたいと思います。そして、これもかつてお伝えしましたけれどもね、平坦な場所で転んで死んでしまう方が増えているという話、最後にさせていただきます。 まず一つ目、救急車の出動が激増しているという状況があります。で、私がよく使うですね、データ元が千葉市なんですけれども、今年の10月分が先日発表されました。千葉市いノがですね、出動件数だけではなくて、このなんで出動したのか、ね、火事なのかね、交通事故なのか、一般負傷なのかとかね、急病なのかという。 この内訳も書いてあるなかなかね、こういうデータの公表してる市、少ないんですけどもね、まあ、貴重なデータということで、また私ね、千葉県民だということもあって、よく千葉市のデータ見ているんですけれども、見ていきますとね、出動件数を10月まで全部足すとですね、5万7630件でしてで、横に昨年、令和4年ですね、 書いてありますけど、これも1月から10月までで今年の分と合わせてあるわけですが5万4962なので去年よりですね2668増えたという状況ですこの2600をもってですね救急車が激増していると言いたいわけではなくてポイントはねその前の年なんですね 私が調べた数字入れましたけど令和3年1月から10月までで4万6千件だったんですよ出動件数がねそれが去年ボうボゴンとね9千件ぐらいですね増えてそっからさらに2 6六百件ぐらい増えてるっていうのは今年ということで去年ものすごい増えたんですねでさらに今年 上回っているという、まあ、私のね、橋見て配ってる方は、死亡数と同じだなというところですけどね、去年がとにかくものすごくて、今年もね、まあ、同じ水準、あるいはそれを超えるぐらいになってるというのは、これからわかるかと思います。で、これまでですね、じゃあ、なんで救急車がそんな増えたのかというと、もう、ここに絞って、私、伝えてきたんですね、急病が増えているからですよと、皆さんと。で、2800件ぐらいだったんですよ。 令和3年ねそれが去年になるとこの1年間でやっぱどうですか9000件ぐらいねね増えてますよ、ね、だから救急車が増えた分はもうほぼ9秒で説明できるということで伝えてきましたで今年になってもですね2,000件ぐらい前年と比べて増えてるんですけど2,600件全体が増えてる中で2,000件9秒で説明できるから。 やっぱり急病が原因だよねということで伝えてきたし、まあ、それは、ね、間違いがないとは思うんですけれども、ただ、最近ですね、気になるのがここなんですね。一般不詳、まあ、怪我と言えば、ね、いいんでしょうかね。怪我が今年7917件でして、去年は7400件ぐらいだったんで、500件ぐらい増えていると。しかも もう1年遡って令和3年になると6300件ぐらいですからねここでね1000件ぐらい増えてからの500件増ということで決してですねもう無視できないような増え方でありね数字かなと思いましてここでねちょっと取り上げようと思いましたあと、まあ、今回取り上げるわけじゃないんですけどね、えー、交通事故もね交通事故も令和3年からね令和4年 令和5年度ねまあ、増えているなとまあ、ここも気になるなというところですけどね今日のテーマは、まあ、一般不詳をケアでお伝えさせていただきます一般不詳が増えているという話しましたけどねまあ、どれくらい増えているのかというのをまたグラフにしてお伝えしたいと思うんですねはいでは千葉市の救急車の出動件数のうち一般不詳だけのグラフを作ってみました今2000 2017年だけ出ておりますけれども縦軸が500から1000となっております淡々とね、えー、見ていきましょう2018年どんな感じかっていうとこうですね、まあ、2017より増えてはいますよね8月かなり増えましたね2019年がグレーで出しますはいこれはどうでしょうまあ増えたと言っていいのかまあ増えてる気はしますけどね まあ少し増えたんでしょうかね、全体的におそらく。2020年が黄色。ここはですね、コロナ元年ですけれども、もう4月5月あたりはね、かなり減りましたね。自粛生活、緊急事態宣言出ていた時期ですね。4月5月ね。すごく減っていますね、このあたりはねは。トータルで見るとね、前年よりはまあ減ってるのかなというところですけど、2021年、今、 はいまあ、ここはですね、まあ、意外と思われるかもしれませんけど2021年はね、まあ、特段そんな増えてないですよね、まあ、例年並みということで一般府省まあ高齢化してるという前提で考えた時にねちょっとずつ増えてそうですけど、まあ、そうでもないですねそんなに増えてるような流れでもないですよねそんな中で2022年が赤。 これは多いですね。これは多いですね1月とかね456あたり多い。そしてね10月以降も多いですね。まあ、年間通して多いですね。そして2023が緑ではい、まあ、コンスタントにもう過去最高をね記録し続けてるというこういう状況なんですね。 一般不詳が増えている、ね、無視できないような数字にもなってるなと。そしてですね、えー、こちら、えー、さっきね、私、ちょっと年間で比べたときね、前年より増えてるのかどうかってね、あやふやな言い方しましたけれども、こちらは、えー、1年間ではないんですけど、今年が1月から10月までのまだ発表なので、えー、2017年からですね、1月から10月、すべてね、10ヶ月分に合わせて、 グラフを作ってみましたはい2017年からですね、はいまあ、増えて、えーまあ、横ばいで、まあ、減って横ばいでということでねやはり、あのー、特段ね上昇傾向にあるわけじゃないですねかなりですねコンスタントですよね、えー、6500件をね、えー、中心にねちょっとばらつくっていう感じだったんですねそれが年に 7400件まで増えて、この差はすごいですね。そしてさらに増えているのが今年という状況です。で、これはね、まあ、千葉だけの、ねまあ、特有な事例なのかと言われれば、もちろん、ね、そんなことなくて、えー、同じように一般府省の救急車の、ね、出動件数を出しているところとして、えー、名古屋市があるんですけれども、名古屋はまだ10月分出ていないんで、えー、9月までで、 2018年から計算しますと、まあ、コンスタントだったんですね、やっぱり2018から2021ぐらいまではね、1万2000から1万3000の間で来ていたのが、2022年、はい、1万4000件ぐらいに増えて、でこれ、千葉以上にね名古屋の方がインパクトありますね、2023年ね、まあ、そこからさらに。 かなり増えてますよね1万件ということでこれね、まあ、全国的にこうなんでしょうね。2022年に一般不詳、怪我で救急車で運ばれる方がね、かなり増えて、で今年はそれをさらに上回ってるというのはね、お、ま、そ、あ、らく全国で起きているんだろうと思うわけでございます。まあ、何なんでしょうか、ね。何なのかは分かりませんけどもと。で、最後、今日の3つ目のポイントですけれども、えー、平坦な場所の、 転倒死がね、これ死亡ですね、もう死んでしまう事例が増えているという話をさせていただきます。で、これはあくまで私の視点なので、この救急車とのね関連の中でこの話をね付け加えるのはね、まあ、適切かどうかはねちょっとわからないですけど、これ普段ね私が発信しているテーマ、転倒死が増えているというところにねちょっとつなげて、私なりの視点でお伝えしたいと思います。はい、では転倒死のグラフ見てみましょう。 こちらはです、ね、厚生労働省の人口動態統計の数字を打ち込んでグラフにしたものですけれども2018年、まあ、このようになっております、まあ、1月から3月が多くてねで6月が少なめで、まあ、冬場にかけて増えるというね全体の死亡数と、ね、同じようなグラフになるんですね、まあ、大きな意味で V 字を描くと言いましょうかね2019年黄色どうでしょうか、まあ、特段、ね、増えているという感じでもなさそうですよね 2020年、グレー。はい、まあ。特段増えてるという感じでもないですかね。まあ、1月とか12月、多かったですね。紫で2021。はい、まあ。若干ね、多い気はしますけれども、まあ、重なってますよね、過去とね。で、2022、赤がポイントですね。これは多い。2月、3月。 多いしね、まあ、ずっと多いですもんね。過去最高。2月以降、ずっと過去最高でしたね。これまでね、重なっていたじゃないですか。前年とかとね。かなりおかしいですね。そして、緑で2023年6月まで今、発表がされています。こんな感じですね。多いですね。去年が、まあ、かなり多かったんですけどね。もう同じ水準か。それを超えるぐらいになっているということで。やっぱりね、店頭で、 死亡するるる人も増えているといいととうのが分かるかと思いま,すまあ救急車の一般負傷とねこれつなげていいのかっていうのはちょっとね私も分からないところではあるんですけども転倒が増えているというね、まあ、これも単独での問題ですよねそしてですねこれまあ最近お伝えしましたけれどもじゃこの転倒死とね言われてもどういう状況なのかよく分かんないとどこで転倒してるのか、ね、階段なのかねどっかなんかね屋根とかがね落ちたのかなと いいろろ考えるわけけですけど、まあ、ほとんどですね転倒、まあ、で亡くなっている方の場所がね、まあ、同じでしてね、まあ、メインがこちらなんですね同一平面上での転倒、ね、スリップとかつまずきおよびよろめきによるということでね平らな場所でね、えー、つまずいたりよろめいちゃって倒れて死亡という方がね転倒死の中でね最も多い ですね、で数字としましてはね2017年1年間で、えー、7475というところからね、まあ、ちょっとずつ増えてますねちょっとずつ増えてきて2021年が増えましたね8376で去年2022が多い9687で、えー、まだね今年の分って わからないんですけれどもね、あの、これは1年間のグラフでございますんで、まあ、おそらく、ね、同じぐらいに、それかね、超えるぐらいになってしまうんじゃないかとね、思うんですけれども、なんで、ね、こんなに転倒で倒れて死んでしまう人はね、まあ、2021年に予兆があってね、2022年めちゃくちゃ増えてる。救急車の怪我で運ばれる方もね、去年めちゃくちゃ増えていて、今年さらにそれを超える。 ベースだということで、こっているんでしょううかということで今回は救急車が増えていて、怪我も増えている、そんな話をさせていただきました。救急車が増えているというふうにね発信、これまでしてきました。そして、急病が増えているという話もしてきたんですけど、そうするとですね、コロナの影響も大きいでしょという話もあるんですね。そういう話も出ますま。そういう影響もあるかとは思うんですよ。この怪我一般不詳に関してはね まあ、コロナではなかなか説明ができないんじゃないかと思うんですけれどもやはりねこれも調べてほしいなと思うわけでございます。よろしければですね、まあ、皆さんが思う、ね、原因となるものをまあ書いていただけるとね 他の方もも、ね、参考にになるかもしれません、えー、最後に告知です、えー、告知というかですねあの満員御礼なんですけれども12月の10日にですね、えー、私広島市に行きまして宮沢先生と、まあ、トークライブという形でね、まあ、講演もさせていただきますけれども、えー、イベントの機会をいただきまして11月の13日にね主催者から連絡がありましてねもう1ヶ月前なのにもう満員になりましたということでご連絡いただきました。 参加、ね、してくださる方、ありがとうございます。そして、えー、このね告知、いろんな形で広めてくださった方もねいらっしゃったと思います。ありがとうございました。まだですね、1ヶ月ありますんで、僕ね、この日までにいっぱい勉強してですね、また皆さんにね、いい話がお伝えできればと思っております。広島の皆さんとお会いできることを楽しみにしております。あと、ちなみにですね、えー、このついでというわけではないんですけど、えー、次の日、12月の11日はですね、えー、ちょっと大阪市で僕ね、 えー、自主講演会を開催して、えー、千葉県に帰ろうかななんて思ってますんでね、えー、これに関してはですねまた改めて告知をさせていただきます今回は以上とさせていただきます藤井でしたごきげんよう体に気をつけてまた会いましょう